詐欺に近いと思いますよね。どちらかというと、あれは実際やった方がまずいと思いますよ。まずいですよね。なんで翼の党が、どこがですか。翼の党がなんで失敗で、政治家自身の公認の人にお金を渡す政治パーティーをやるのか、それおかしいですね。ちゃんと書いてあるじゃないですか。で、それ立花さんの指示ですよ。もともと。もうまあいいです、もうとにかく。え、あやかさん、そうですよね。そうです。だまあまあ、そうですよ。そこは、まあ、あの、そこは、責任を、あやかさんとか、法律がわからない人に押しかぶせるのはダメだから、黒川君責任取るんだったら、翼の党でやったらええやん。私はそう言ったと。まあ、録音はないですよね。翼の党でやったらいいじゃないかって言いましたよ。ただ、私は集まったお金全部人に回すのに、どうやって私がそこでお金を。ごめんなさいね。だからね、黒川君ね。これ別に裁判をしてるわけじゃないんですよ。何かどれが正しいとか言ってるわけじゃなくて、この一つの組織が、国民や出資者、まあ、お金を出してくれる方が、ご覧になっていて、このままの体制で続けていいかどうかの判断をしていただく場であってね。いや、だから詐欺ではないと私は思いますけど、どこが詐欺なんですかって聞いてるじゃないですか。その主張に関して、もうすでに何度もそういう主張をしてきてるんでしょ。いや、立花さんが言ったんですよっていうのは私ここで初めて言いましたよ。まあ、まあ、いずれにしても、答えは。それは綾香さんだって言えなかったんですよ。だから、もう答え出ちゃってるから、3人潔く、ね、240万、100万、130万もらわずに、離れたら1万残った人に好印象を与えないですか？何をやめなきゃいけないってことじゃないと思うんだけど、それと、あの全然残るのはどうぞ残っていただいていいんです。違う、僕にそんなやめさせる権限は何一つないから、ただ僕は、ごめんなさい、説明だけをしましたので、ちゃんと引き継ぎをしたので、やめさせていただきますっていう、今日はそういう挨拶ですよ。だから、大津さんはきちんとやっぱり、今日をいきなり、ハンコをそのままして、代表を、ね、この今のわずかな時間だけで、もう急に判断して、斎藤さんに譲る。斎藤さんに譲るっていう方向は決めるっていいと思うけど、そこについてちゃんと正面でやるとかしないと、やっぱり、あとあとまた、これは、私はこうやってすごく頑張って政治家女子の女の子一人一人を救おうと思ってきたし、党としての活動もしながらこうやって表に出すことで叩かれながらやってきました。党のことを本当に思っていたからです。だからそうやって言わないでって言われたこと、その動画出さないっていうのを出さないでいました。訂正したいことを言いたくなかったです。だけどなんかこうやって追い出されて、選挙前になんかこういう基準を追わされて、なんか何もしてない無能な人間みたいな、すぐにこの印鑑を持ってこなければいけない今日だったっていうふうに言われても、私はとてもびっくりです。だからこういうことが起こることが怖かったから、署名にしてちゃんと党のために働きたいと思ったんです。だからそれは最初からお金は別にそもそも この契約の前ももらう契約じゃなくて、私はただでやってました。でその自分の家も貸してたし、家賃とかその光熱とかかかってるのも全部30万近くかかってるの、別に私負担してました。だけど別に特にそれについて何も言ってないのに、こういう額別に100万円もらいたかったんでしょとか、そういう風に印象操作されて、選挙にも影響が出て、辞めさせられて、どんどん頑張ってきたのに、それも全てなくなるのかと、私は思うと、なんでそんなことをするのかなっていう気持ちです。こんな突然。だから私はその数日前に決めたって言われても、この数日かかるってね、この浜田さんと昨日言ってたじゃないですか。だから親子ね、ちゃんとそういうことをしなさいって言うから、ちゃんとその署名を、ちゃんと弁護士の方に作ってもらって、ちゃんと働く契約しようと思ったんです。だから別に私はここに、党がお金がないとか言うなら、別にいらないし、でも立花さんが自分の給料の中から払うとか言ってたことだし、私は印象操作されてると感じていても、別に動画を出さないし、言いたくても言わないけど、別にそれの口止め料なんだと思ってました。だから、まあ、別にそれでお金をもらうんだ、この人って思うんであれば、別にいらないです。
目黒区が受かればいいので、私はそのために活動してきたし、そのためにやってきたけど、途中から国政政党になって、やっぱ NHK 党の問題も発信していくようになったし、そのためにかけてきた時間とか、いろんなことたくさん費やしてきました、党のために。それで、すごくこうやって全ての責任を終わらされて、あ、追い出されるんだっていうことに、この一日で、すごくなんか悲しいです、単純に。だから私はね、じゃあ何がしたいの、こんなところに留まって。一貫渡せばいいじゃんって思いますね。一貫渡さないと党としての活動が維持できないから、そうしますよ。だけど、私は本当は本活動を続けないんですよ。私は悪者にされずに。普通に、今まで頑張ってきたことを続けたいし、一人一人の女の子に、すごく勝たせてあげたいと思って頑張ってきました。だからそれを戦略を立ててくれた黒川さんの戦い方を、それはね、党としての、頑張らないで勝つっていう戦い方とかお金をかけないで勝つとか最低限で頑張るっていうこととは違ったかもしれません。だからお金がかかると思いました。だから自分がお金をかけたい子は自分で稼がなければいけないと。で、選挙パーティーができるんだと聞いたので、選挙パーティーをして稼げばいいのかなと思いました。ただこの選挙前の4月2日の大事な日曜日にそれをやることとか、それがいくら集まるのかわからないのにやることとか、それはおかしかったと思います。そういうことも全て動画にしたかったです。でもこのタイトなスケジュールの中でいろんなことをいろんな人にお任せして、それこそ山上さんもいきなり雇い入れた人で、どんな人か私もわからないけど、ああいう発言をされるような人でした。でも私たちは全てのラインを見てもらえればわかる通り、そういうふうに立花さんを陥れようとか、そんなことを一回も話したことがないし、なんかそういうところだけ切り抜かれて、まあ、立花さんをすごく傷つかれて、あの、嫌だなと思ったんだと思うんですけど、それでも私はそんなことに、私たちのその中にいた人たちも全くそういう気持ちはなくて、一人一人の女の子の資金を稼いであげて、少しでも YouTube 代とかを稼いであげたかっただけなんです。だから私が言いたいのは、私は本当はこの党の活動を続けていきたいんです。こうやって、なんか数日の間にとても何も発言できなくて、なんかいろんな人に言われたり、それこそ黒川さんをなんで辞めさせるんだ、お前に権限があるのにと言われました。でも私は、それはとても辛かったです。辞めさせたくなかったです、それは。もちろんね、いろいろ協力していただいてたから。でも私たちがその党の、名誉を傷つけるようなああいう動画になって、それをでも訂正したかったけどできなくて、で私も結果的にそういう風に、あの、取り付け騒ぎのようなことになってしまったことが、だから私が責任を負うことをするのは、それを代表を移すっていうことはもちろんそのつもりです。だけどその書面を用意するっていうことはもうちゃんと話し合ってたことだったのに、今日になってそういう風に言われて、私そうやって全てを奪われて、なんか無能でお金に固執しててっていう、そういう印象を与えたまま、そんな去るなってこと、辛いです。選挙のために積み上げてきたこととか、党のために活動してきたことがあったから、すごく悲しいだけです。先ほどちょっといいですか、なんかあの